たね、別で。うん、ああ、そうです。今日は終わりですね。よっしゃ。次はリアクォーターですね。ペーパーで出るのはやっぱ目視で見やすくするって、ね、そうそうそう、あ、やっぱ傷入ってるとこと入ってないところで高い低い見てるんですね。いろんなとこ引っ張っても仕方ない。なるほど。だんだん目悪くなってきてるからもう。あ、まあ、でも手の感触よりは確かですよね、うん、見やすいっていうか目で見れるので。これ印象悪見えかな。100V のやつ、うん、あ、出過ぎてまうってことさ、うん、あんま引っ張りすぎたら。そうそう、力加減すごいですね、柔らかい、うん、ウニョーって出てくる。
Thank you.
以上です。早っ早っ。普通でしょ。普通、まあ普通よ。出てくるからね。うんうん。今回の事故じゃない、へこみがちょいちょい。色はいいね、めっちゃ目立つからやっと感じない。そうですね。入れるとこないっすわ。しまい塗らんと。あ、なんかおる。へこみ。あ、まあまあ。まあ一回やってるもんね。やってますやってます。浅いへこみから引っ張るか、深いへこみから引っ張るか、その順番どっちも決まってないんやけど。うんうんうん。パネルの形状で線を変えていかないと、ダメなので、それを間違えると出てくると思う。一回幅から引っ張ってみると、浅いとこは自然に出てくるので、それは変ですよ、ね。なるほど、なるほど。これって、なんかビーってやって引っ張るじゃないですか、いつも。うん、たまに紙ビーってやって押してますよね。あれは何なんですか？絞ってるんです。あ、絞ってんすか？もちろんですもん。結局ね、熱持つから、スタッともつけた時は出てくるんですよ。はあ、はあ、はあ。全体にへこまりしたいときはハンマーを取られた方がいいんですけど、へこまみたいな1箇所で高いときはそこだけ押してやると。範囲が広かったんで、一旦白塗って、この上から黄色塗ってます。板金塗装業界盛り上がれ、チャンネル登録もよろしくね。